昨日夜、福岡市のマンションで9歳の男の子が倒れているのが見つかり、その後死亡しました。警察は母親が無理心中を図った可能性があるとみて調べています。昨日午後8時ごろ、福岡市博多区で撮影された映像です。救急隊がブルーシートを広げて誰かを搬送する様子が確認できます。別の部屋で男の子が倒れている。慌ただしいというか、ただことじゃないという。警察によりますと、昨日午後7時40分ごろ、福岡市博多区にあるマンションの一室で小学3年の田尾優斗君が倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。この間の日曜日も住んでたという形ですね。普通の元気なお子さんでした。野球する直前もグラウンドの横を家族で散歩してた。仲は良さそうでした。何も感じなかったです。警察は遺体の状況などから殺人事件として捜査を始めました。今、警察の捜査員が現場となったマンションに入っていきます。捜査関係者によりますと、警察が駆けつけた際、部屋の内側から鍵がかけられていたということです。そして部屋には手首などを切る怪我をした優斗君の母親がいて、血のついた刃物が残されていたことが新たに分かりました。警察は母親が無理心中を図った可能性があるとみて、怪我の回復を待って事情を聞く方針です。